ルーホラー・ハーレギー・ルーホラー・ハーレギーは、イランの音楽家、作曲家、指揮者、著述家。幼少期ルーホラー・ハーレギーは、ケルマンの近くにあるマハンという、小さな町で、1906年に音楽好きな家に、生まれた。最初はタールを習ったが、後にバイオリンを学習するようになった。やがて、アリーナ・ギー・バズ・イーリーが、音楽学校を開くと、ハーレギーはそれまでの学校を辞めて、 バズ・イーリーの学校に入学し、8年間学んだ。後には、バズ・イーリーの助手となり、音楽理論を講義した。さらに、テヘラン大学に入学し、ペルシア語とペルシア文学の学位を取った。1944年に、イラン音楽協会を創設し、1949年には、国立音楽学校を設立した。百五十五年に、ソビエト連邦を旅行し、 帰国後に、イランソビエト協会に入会して、理事となった。またラジオの音楽アドバイザーも務め、ゴルハーという番組で、オーケストラを指揮して、自作曲や同時代の曲を紹介するとともに、古典の編曲も行った。彼は、イラン古典を音楽にポリフォニーを導入することで、より魅力的なものになるとの考えを持っていた。墓表1965年11月12日に、 オーストリアのザルツブルクで亡くなった、イランの著名な芸術家が多数埋葬されている、テヘライ郊外のザヒーロトーレ墓地に墓地がある。作品には、メイ、イー、ナブ、アイイサハル、ホラチェラ、チャン・イール・ダキなどがある。作風は、アイランに代表されるように叙情的で、愛国的なものである。著書に、イラン音楽史、西洋音楽の火星、東洋音楽理論、 イラン音楽理論などがある。ありがとうございます。